ありがとうございます。アシブです。今回もファイアーエンブレムヒーローズ大英雄戦のルナティックを星さん4体のみで攻略していきたいと思います。で、まあ今回はね、紅の剣士ナバールということで、まあ相手は剣士なんですけども、まあ、それは別にどうでもいいや今回は上のメンバーですね、オリビエ、ソウル、ドニ、椿の4体でやっていきたいと思います。やっていきましょう。きっとできるべ、きっとできるべ。はい、というわけでやっていきましょう。危険範囲を表示させます。で、まあいつも通りね、敵の攻撃範囲に入らない限りは何もしてきません。で、右から攻めていきます。というのも、左および真ん中は配布星さんだとどう頑張っても無理ですね。で、ドニーをここにやって完璧にね。こうだね。行くべ。この状態でいいか。で、ドニーで攻撃を受けて敵のトリガーというか、まあ行動させていきます。で、まあこんな感じの盤面になると。で、ナバールさんが一人ぼっちでいるので、まあ遠慮なく、ここは椿で取っていきましょう。で、ドニさんは攻撃してスキルの引き込みでね、敵を引き込みつつこの敵を倒していきましょう。こんな感じでね。で、まあこうなると。で、今のドニさん、オリビエここで再行動させると、ドニさんが後ろに下がれなくなって、こいつの攻撃を受けて死んでしまうので、そこは注意ですね。んで、オリビエのコブを受けた椿だと22ダメージ、さっき18ダメージだったんですけど22ダメージ出るので、ナバルさんはこれで KO で、ドニさんでこの上のシーフを取りに行きますと。で、ここまた重要で、オリビエをこっちに移動させます今度は。というのも、こいつのね、シスターのパニックでオリビエさんレベル1なので死んでしまうので、か弱いオリビエさんは逃がしつつね、動かしていきましょう。で、これでちょうどね、 22×2 で44でシーフを倒せると。で、このままだとアクスファイターで椿さんが死んじゃうので、今度はソウルで入れ替えてあげると。もう今回はとにかくね、もう入れ替わりというかね、ユニットが死なないようにちょいちょいと動かして攻略していく感じですね。で、まあこんな感じになると。で、自分から攻撃するときは受けるダメージ0です。というのも、相手から攻撃するときはこれですね、鬼神の一撃でプラス6されちゃうので、まあ、2ダメージ入っちゃうということですね。まあそれでも2ダメージなので、まあ、そんなに痛くはないですね。で、殴っていってこんな感じになると、行こっか。で、まあ敵の攻撃範囲から逃げるようにして、というのも、アックスファイターの攻撃を受けない限り別に死なないので、こいつの攻撃範囲外にキャラ置いとけば特に死ぬことはないですね。行こう。このまま再行動させて倒していきましょう。で、このままだとまたね、シスターのパニックでか弱いオリビエちゃんは死んでしまうので、入れ替えて攻撃範囲外にさせてあげると。で、ギリギリソウルさんが残るので、あとはもうシスターさんをフルボッコですね。ヘイヘイってやって、んヘイってやって、最後は大英雄戦初デビューのソウルさんでとどめを刺してあげるということで、今回もね、無事に星さん4体のみで攻略できました。ありがとうございます。あー疲れたいやー、今ですね、4月5日の朝の7時7分ですね。寝てないですもう本当に疲れた。いやー、4月4日の16時から大英雄戦のナバール来てるんですけども、僕夕方の18時から23時30分までバイトで、で、そっから帰宅して、まあ、日付変わって、で、まあ、飯食ってなんやかんやして12時30分ぐらいから
ずーっとこれやってましたね。で5時間ぐらいかかって5時間ぐらいかかってようやくこのパーティーを見つけたというか、これならいけるってなってね、まあ収録している感じですね。今本当に疲れた。ですね、僕が最初に考えていたのはシーフの攻撃を受けて、でそのデバフがかかるじゃないですか、守備と魔防が下がるんですけど、それをギュンターさんのこいつね、一括で強化に変換してめっちゃ守備と魔防を高くしてあげればいけんじゃねえかなとかいろいろ考えて試行錯誤したんですけど無理だった。一応実はソウルのところはギュンターさんでも大丈夫です。ただその場合オリビエのレベルが40じゃないとクリアできないですね。オリビエのレベルが40だったらソウルのところはギュンターさんでも攻略可能です。ただギュンターさん一括は使わないです。全然使わない。最後のあのアックスファイターを倒すときにオリビエが唯一の剣になるので剣でアックスファイターちょっと削って、で最後ギュンターさん自分から殴る分には反撃で死なないので、ギュンターさんでちょっと殴ってオリビエでとどめみたいな動きが星さんレベル40だとできますね。うん、まあ、あとちょっと敵の動きも変わってくるので、あのシスターの動きが変わってくるんだよね。あれがドニーで引き込んで倒せるようになるので、まあオリビエレベル40を持っている方はそちらの方が楽なのかもしれません。うん、まあ、そんな感じですね。というわけで今回の攻略いかがだったでしょうか。うん、もうマジで疲れたわ。てか金曜日に大英雄戦来るもんだとずっと思い込んでて、金曜日の予定は空けてたんですけど、まさかのね火曜日に来たっていうね、ちょっと予想外のあれで投稿の方が遅れてしまったんですけども、参考にしていただければ幸いでございます。というわけでね、最後にちょっとおまけの方でその僕がギュンターさんの一括で頑張ろうとしていた動画の一部をおまけの方で載せておくので、よかったらご覧になってください。というわけで今回はこの辺で締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。